あちょっとこっち来てください。こっちに来てください。危ないからね。危ないです。分かんないよ。改めまして、僕ら犬コネクションと言いまして、僕は戸川と言います。で、こちらが生川木くんです。よろしくお願いします。ついこの間の話なんですけども、ちょっと牛丼屋に、僕あの家の近くにある牛丼屋に行きまして、でしたら、まあ、夜中だったんですけど、店員さんが、店員さんが夜中、店員さんがどうした？何してる？何これ？何してる？いや、いいじゃん。いい、いいんだって、あんまりみんな見てるからいい。おにぎりじゃん。なおにぎり何？なんで？こんな舞台で、なんでよ、何よ。いや、なんかこの間なんか戸川さんがなんか戸川さんがなんか今月ピンチって言ってたから。じゃあ言ったけど。いいんだ。ね、待って。ね、いいんだ。ほら、握ってきたとわざわざ。なんかあれ。わざわざっていうかなんか。あれ、わざわざ。ね、いいんだ。ありがたいんだけど、なんで今渡すの？こうやって出てきて、こんなとこでお前。いや、だって、楽屋でさ、なんか渡したのが、貧乏芸人たちがさ、なんだよ、戸川さんだけずるいじゃん。俺もう生川君が握ったおにぎり欲しいって。ならないよ。本当にもう後にしてもらうから。ちょっと何してんだよ。ちょっと何これ。ほんでだって人間欲しくなっちゃう。あれは何よこれは。今これはまああれオイラがつけたあのキュウリのスノーマン。いいね。トガさん、あれトガさん遠慮するとこあるから。いいね。あ、ごめん、あのね、俺キュウリのスノーマン食べれないんだ。いや、遠慮とかしなくていいんだよ。ちょ食べれないの。いいね。あのね、汚い気がする、ちょっと。ごめん、あんまり言いたくないけどね。ちょっと、普通の容器とかに入ってるもんだったら、こういうことされるとちょっと、ごめんね、あんまり言いたくないけど。違う、タッパーにとかに入れて渡しちゃうと、とかその、親にタッパー返すときに、洗い物増えちゃうから。いいの、ただで、ね、するとこあるから。全然いいから。お客さん何見せられてるの。なんていうか、ちょっと、分かった、もらいました。ね、牛丼屋の話をちょっとしてください。一旦僕の、違うんだよ、もういいから。何があんの、まだ。欲しくなっちゃうから、お客さんが。何これ、木箱じゃん。何この木箱は。まあ、これは、あれ、オイラのへその方なんだ。なんでお前へその俺がもらわないから。コンビだからで、そのまま渡さねえの。奥さんと食べて。食べろ。いいよ、もう。気持ち悪いよ、さっきから。ありがた迷惑で、こんなんだって。まあ、みんなの前で渡せて、気持ち悪いよ、このゴミみたいなのばっか持ってきてさ。どうすんだよ。漫才をしたかったの、俺は。何を。余計なことしたんだ。あれ、お母さん喜ぶかなと思ったけど、俺ら余計なことした。気持ちは嬉しかったけどね。ちょっとまあ、いや、もう、ごめん、俺ら余計なことした。喜ぶかなと思った。まあ、ちょっと、おいらが握ったから、やめて。臭いんだよ、こういうのって。そんなこと。ほら、臭いな。おいらが握った、俺に言って臭いんだよ。臭いな。おいら、お母さん喜ぶかなと思ったけど、ちょうだい。ほらほら。
どういう気持ちだったの、いいってさっきから。じゃあ、で、これに関しては、あれ、水で戻してから。お風みたいに言ってんじゃないよ、お前、気持ち悪いな。あと、あと、もう、まあ、ちょっと、ほんいらない。ごめんね。もう、十分もらったから言いません。ちょっとね、お話、いろいろありますから、話したい話が。あ、そうか。Bluetooth のイヤホンだったんだけどな。それはちょうどない。